あなたの周りで起こる不思議な体験の数々、そのすべての答えがこの物語にある。私は時々不思議なビジョンを見ます。ある人の死の瞬間を見た。こいつはよくあるんです。右だ。予知能力みたいな。私に逆らう者はこの地球上に存在させておくわけにはいかない。我々は2500年間あなたを待っていた。あなたは一体。このままではやがて誰も住めない星になってしまう。どんなに頑張ったって結局は。あなたが諦めれば希望は消えます。人間とはつくづく愚かな生き物だ。今ならまだ間に合うかもしれない。未来を変えることができるかできないかじゃない。変えなければならないんだ。何もしなければ何も変わらない。我々が住む世界は神秘の世界なのだ。今こそ地球人としての意識に目覚めようではないか。神秘の法王。